治療シアターレリー記念研究所にてクラウンでやっていきます。この間ねクラウンでやったばっかりなんですけれども、まあね、ちょっとクラウンちゃんに修正が来ましてですね、この瓶を投げた時に瓶で投げて酔っ払ってる陶酔中っていうかなのサバイバーが窓を激しく越えられちゃってたのがバグやったらしいんですよ。でまたこれレリーですよね、いい感じにね。なのでこれ瓶投げてサバイバーが陶酔してたら窓ゆっくり越えるしかできなくなるはずなんですよね。という、おお来た、二人もおる、おお、ノーコンか。ちょっと待って、よいしょ、一発当てて、バーンで、で、次行きましょう。さあ、追っていくよ。ちなみに今回はですね、あのアドオンとか普通です。あ、そっか、これ手前で当てとけば、あそこ、あーこれ板越えには特に影響ないねんな、陶酔してようがなんやろが。そうですか。ああでもこの逃げ方してくれるんであれば普通にいけますよっと。オッケー、面白かった。なんじゃい、まつるか。で今回普通にアドオンはですね、強めなアドオンつけてましてですね、ブリーチのフラスコという敵を妨害状態にする、まああの足を遅くするやつですね。この瓶当たるとかなり足が遅くなります。そしてもう一つが溶剤の瓶やったかな、疲労状態になるやつ。最近ねあのデッドハードつけてる人めっちゃ多くなったんで、疲労アドオンがねすごい刺さるんですよ。なのでいやしかしね、ガス浴びただけで疲れて足まで遅なるって相当臭いよね多分。なんかもう餃子と焼肉ニンニクマシマシで食ったおならを3日分瓶に溜めましたみたいな、このクラウンのハゲでデブのおっさんのそんなんを投げつけられてるやろな、あのフェンミンちゃんが。これマニアにはたまらない動画になるんではないでしょうか。戻ってみるが来てはいないか、半分切らせるかこのままね。もう治りかけてない、触ってない、起きてる、オッケー。いやーでもお伏せはあかんわ。今回はですねパークで最後のお楽しみをつけてきているので、ちょっと追ってるぞ感を出しつつ、まあ一発切るか。いやーでもこれでトークンなくなったな。やっぱ一旦失敗かな。ちょっと戻りましょう。やっぱりお伏せはちょっと無視の方向でいきましょう。最後のお楽しみというのをつけているので、オブセッションは無視して、オブセッションじゃない人ばっかり切りつけていくことで、一発攻撃した後の待機時間がなくなっていくので、尻上がりにクラウン強くなっていくはずなんですよね。なのでちょっと1回オブセを切ってしまったのは失敗でした。ちょっともう1回切らしてくれ、俺を尻上がりさせてくれ。あ同じこうやったわ。この人半分切ったっけ、切ったよね。おいしい、そしておお浴びてくれる、なるほど、いいですね。これはちょっとここ塞いで、つってもな、レディーで窓塞いでも微妙やねんな。あんまり同じ一つの窓でぐるぐるする人いないので、窓が多すぎて前かしが全然効かないという、この悲しみ。よいしょ。ですよね。よいしょ。そっちに逃げてくれて、よいしょ。よし、OK。これで間に合うかな。やっぱブリーチのフラスコ強かったな。いいか、釣りましょう。この人終わりやんね。そうやんね。あこのタイミングで一人消せるっていうのはかなりでかいですね。いやーすまんな、俺のおならまみれになって早々に退散って耐え難き地獄やろうな。すまんな。よし、やっぱ早切り便利ですね。この発電機も早切れるから、これが何気に地味にこうなんやろ、発電機周りの効率を上げていく感じがいいですね。で板も切れるし、あクラウンって結構ねチェイスするときにこの瓶があるせいでね、板結構倒されるんですよね。先に板倒しとこうみたいな感じで先倒しされるので、
板蹴りがいいという話を聞きまして板蹴りつけております。そしてトホキラーに必須のまやかしもつけております。おったおったおった、よし、OK、一瞬おぶせかと思ったけどちゃうかったね。おぶせじゃないして、よっしゃ、最後の楽しみもちょっとずつ溜まりつつあって、どんどん強くなるよ。当てていく、オッケー、当たる。うん、やっぱ強い、やっぱブリーチのフラスコ強いなこれだわ、これだわ、クラウンは。うん、チェイスが格段に速くなる。よし、お、なんかやっとるね、やっとるねやけど、まあちょっとお伏せは置いたくないので、ちょ、ミニは行くけどね。これね、まあ蹴りますか。で、オブセッションはオブセッションなのか。あ、なんかおらんな。おった。おった、オブセかー。ちょっとなんか、追う感じの雰囲気見せて。うん。ちょっと蹴っときたいな。よし。まあ、ええかな。ちょっと。あ、でもオブセ。救出の方向かってるよね。じゃ救出行きまーすよー。お、そのまま直してる。はい、二人まとめておならを食らえ。ブリーチのブリーチのフラスコや。それを言おうとしただけですよ。ブリッチのフラスコ。もう今日の動画汚いな。まあ、しかない。クラウンやから。よし、食らえ。ブリッ。臭いでしょ。この動画は臭いんだよ、ブリーチのドラスコそれはね、もうね、餃子食ったからしゃあない、許してくれ。ほら生理現象や。ほら釣るぞ。基本的にずさん信者、重症信者なんですけれども、うん、結構ね、ウィルメイク、きっとやり遂げるをつけてくるサバイバーとかが増えてきてですね。あとボタニー、植物学の知識とか、何も回復系パークをつけてないサバイバーのセルフケアだと10秒ぐらいね、重傷で殴っただけで。おお、お店は知らん、戻ろう、ね、10秒ぐらい遅延できるんですけど、きっとやり遂げるの人やとね、2秒ぐらいの遅延にしかならないんですよね。なので最近ちょっとずさんは外してもいいかな。あ、そっか、その場治療の人なんやな、この人はな。うんうんうん、でもその場治療しちゃうとそりゃあこうなりますよ。うん、よっしゃ、よいしょ、オッケー、これで一発確定。そして疲労してるからデッドハードも吐けない。そして最後のお楽しみがもうバリバリに溜まってるので再攻撃も早い。お、そこ使わないでくれる、あそこも言ったら強いからね、使わないでくれるのはありがてえよ、ありがとね。よし、おるな。ちょっと一発だけ切って帰るか。さっきの白目草、なんか臭すぎてそっち狂ったのか、なんか俺の方に突っ込んできたよね。変な性癖に目覚めてしまったかもしれん。いや、しかしこれこんだけ今トークン8までマックスまで溜まってるんで、めっちゃ早いっすねこれはサバイバーにとって脅威でしかないと思う。お、いいね、治りかけている発電機の近くに釣って、今メグ見えたけどねおぶせか、ほっとこう。それよりも釣って、んでこの発電機決定よ、ね、治りかけてる発電機の近くに釣るっていうのは、ね、めちゃくちゃ強いですよね。なのでまあおぶせ起きないし、この発電機を直してたんやろおぶせがな。おぶせが働いた分これで無意にできるわけですよね。これは強い。そしてどうしようかな。で、まあでもキャンプすんのもないしな、ここでな、やってないね。こっち蹴りに行くか。わあ、これもめっちゃやってる、マジか。いやー、この発電機2個と一緒に釣りマム入れ、ああすまんすまんでもないけど諦めちゃったな、ちょっと近くにいすぎた。まあ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 、でもしゃあないよ、こんだけ回ってる発電機周りに2個もあったらね、そりゃうん、まあまあそっち側直ってももうええかっていう感じするもんな。まあ行きますか。でももうどっち見つけてもおってもいいかな、2人やしね。
もうね、だいぶオブセのこと無視してきたから、なんか他の女ばっかりクラウンの部屋を浴びて羨ましいと嫌やなって最初思ってたけど、そろそろあれもしかしてちょっと嫌、なんかね、あの嫌なもん見たさみたいな感じでちょっと嗅いでみたいかなみたいな感じになってると思うので、この辺だね。あーでもこの2つの発撃やってないか、なるほど、ちゃんとね嗅がせてあげたいところですが、まあでも本音で言えばオブセじゃない方が見つかってくれる方が嬉しい。オブセじゃない方はメグやっけな、もうメグやっけ、両方メグか今のところ。メグメグメグペンミンやったよな今回の相手な。いや女の子にばっかりくしくも相手全部女サバイバーっていう、まあ女性サバイバーの方が多いもんな、クロちゃんも有能やしクローデットね、なので必然的にそうなりがちではあるんやけれども、ここにこの臭すぎるおならを持ってきた、臭すぎる握りっぺ瓶詰めへあ、おったー、さあどっちでしょうな、クラウンのこの匂い玉の餌食になるかわいそうな女の子はどっちだい。おぶせだったー、嗅がしてあげるからねそろそろ。おい、当てていく、よし、これでデッドハードも使えない、そして最大息が短いからめっちゃ速いからの窓越えしていくからの、あれあっちか間違えたな普通に、からの道を間違えていくからの、よいしょ、これで足遅くしてからの、おいですね、これトークンがもう半分なんよな、やっぱオブセおったらあかんよな、まあしゃあない、これ蹴ってか、まあまあでもストライク入ってもらいましょうか、ワンって投げて、こういうねストライク対策ができるからねクラウンの場合ね、ういここに落とすことで降りるけれども鈍足効果、そっちに逃げる、なるほど、ここな2個窓あるからな、まやかしてもなって感じだよな。あーでもこれは届くわ、おう、ほい、いただきます。しかもこれやってくれるとトークンが減らなくて済むんですよ、ね、でもまあ普通に釣ります、まあこれで、あっていうかまあそうやね、ハッチ戦だからこれ釣ってこの人がまあ自殺するかどうかわからんけど、自殺してからハッチが出現するまでの早見つけレースですね。よし、俺はハッチ運に定評のある男なんでね、絶対に先に見つけてみせる。あ、じゃあ先に見つけてもしゃあないねんな、サバイバーを先に見つけなあかんな、オッケーオッケー、なのでちょっとこっからね全力のかくれんぼが始まるわけでございます。あ、自殺してるね、オッケー、自殺しようとしてるので、さあハッチよりも先にサバイバー、多分救助に来ようとしてちょっと近づいたりしてると思うねんな、なので、まあ、この辺におるんじゃないんかなと思うんですけれども、早っハッチュン負けたわ、これは乾杯やわハッチュン、まあ OK ジジーセンキュー、あ、ファッキンキャンパー言われた。いや、ファッキンファーターならわかるけどさ。キャンプ、まあ、キャンプ、結果的にはキャンプになったんかな。オブセの人が言ってるしな。まあ、でもさ、最後の楽しみやからさ、許してくれよ、そこは。俺のパーク見てみて。君のことは散々無視したけど、結果的には確かにね、トンネルキャンプになったけど、ちょっと辛いな、これはな。